い、どうも、小橋です。さあ、先週はですね、MGC でしたね。生配信をね、急遽やったりしてね、500以内を目指して、じゃじゃん!なんとか最後、キングス2チップ取ってね、生配信中は無理だったんですけど、ほんとと、終わる日のね、最後のプレイっていう感じでやったら2チップ取れて、うん、274位。500以内がね、入ることができました。いやいやいや、たかが1枚、されど1枚。このね、フェスチケ、うん、6周年のフェスチケもあるんでね、この1枚の差を生かしていければと思っておりますでございますね。はい。フレンドさんの中では、じゃじゃんとな。はい。山崎智也さん、ジークタミクさん、ピッコロ大魔王さん、クンクンさん、マユさん、ブラックさん、そして抜け作さんがね、ファイナルに出場。果たして、この中で、優勝者は、出るのでしょうか。はい。っていう感じですね。さあ、ほんと、6周年っていうフェスチケがね、見えてきましたが、この、第78回の、ミンゴルフェス、および MGC ファイナルが6月1日木曜日のお昼までですね。となると、おそらく、木金土日からさらに1週間。うん。まあ、最長で12日の月曜日ですね。12日の月曜日まで第79回のフェスおよびチャレンジですね。6月1日から12日、まあそれはほぼほぼ、まあ多少前後するかもしれないですけどね、っていう予想ですね。さて、その後のポイントラリーですね。ポイントラリーが2週間の長丁場なのか。いやー、まあ10日ぐらい、まあ月火水木金土日。月火水ぐらいですかね。ああ。となると、19、20、21日の水曜日。はたまた2週間の長い丁場。まあ、どんなに遅くても、6月26日の月曜日ですかね。まあ、21日の水曜日が濃厚かな。まあ、22の木曜日とか。まあ、どんなに遅くても26日の月曜日からいよいよ、6周年フェスが始まりますよ。コイン貯めないとですね。はい。っていう予想をしつつね。うん。ってところで、上さん。小橋は、よほど魅力的なガチャが来ない限り、それまでは、回しませんよ。いや、あまりもね、春スペシャルぐらいのね、魅力的フェスが来た、あ、フェスじゃない、ガチャが来たらね。そりゃもう回しますけどね。っていう感じ、どうです。はい。でですね、先週もそうなんですけどね。なんとながですね、せっかくセットになったね、アルさんがあまり活かせない。アルさんじゃない方がいい、なんとな、なんですよね。あー、今週もかーって。ね、今ね、まあ、超ランニングがね、あるとね、まあ、ブームっていうかね、ですからね、超ランニング。あ、じゃあどうしようってなった時にですね。あ、そうだ。今まで残留したことない、ツアーのプラチナ残留してみようってね、思いちゃってね。ちょっとツアーをね、今頑張っております。はい。ですね。今まで本当ね、プラチナゴールド行き来してたんですけどね、初めてプラチナ残留目指してっていうところでね、今のところランキング内に入ってるんですけどね、ね、ランキング報酬がさ、これですよね、3000以内プラチナ残留で、フェスチケが5枚ですからね。
いや、これはでかいですね。もうずっと、昔はずっとゴールドキープだったんですね。それ1枚だったのがね。まあ、各州で頑張ってプラチナ残留、プラチナゴールド、プラチナゴールドを行き来する形でね、3枚4枚、3枚4枚ゲットしてたんですけどね。プラチナ残留5枚キープ。まあまあまあ、毎回するかとは限らないんですけどね。ちょっとこれを機にね、うん。ツアーも頑張りたいなって思うんですけどね。こましいですね。ツアーは本当にね、本当に素人ちゃんでございます。さあ、行ってみましょう。あんまりごめんなさい、こましいね。ツアーの配信ね、好きじゃないんですよね。なんか、なんて言うんですかね。もしこましいが勝ってしまった場合ですよ。なんか、すごい、個人攻撃してるような感じになっちゃうのが、嫌でですね。まあまあ、勝つ方が確率低いから、あれなんですけど、見つかりましたから出てきませんよ。ああ、来た来た。はい、すいません。すいません。配信してしまってすいません。よろしくお願いします。っていうところでね、まあツアーの残留もね、でかいんでね。まあ昔、こましやんなかった時はやっぱね、スマホが重かった時ね、もうね、全然、もうカックンカックンでね、もうどうしようもなかったんですよね。いやー、このコース難しいなー。おぉ、そんな、いや、このコース配信するの無理。きつ。ナイスショットです。これ跳ね具合、このスキルは低反発かな。果たしてどうだ。低反発必須かな。ねえ。あ、まあまあまあ、そっか。いやーね、こうね、なんていうんですか、近くからのね、近くから、ライジングとかね、無理なんすよ、小走りのね、実力じゃ。なのでね、ホールインワン狙いです。いやー、でも結構跳ねんのかね。どうでしょう。拍手は鳴った。ってことはラフってはいない。果たして、わお、入っちゃった。すいません、すいません、こんなところ。ね、まあ結構食チップ率は高い方なのかなっていう感じなんでね。うん。いう感じで買ってますけど。ね。ぜひ皆さんもね、ツアーも、チキが溜まりますからね。ね。この前なんか、あの P さんもすごい真面目にツアーをやっているんだっていう風にね。なんか、びっくりされてる方もね。いたんですけどね。あの P さんもあれですよ。じゃん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 。あの P さんも、お、もうすぐ追いつくぞ。追い越しちゃうぞ。っていうところもあるんでね。はい。おー、ここにも近くに桜井さんがいらっしゃいますね。っていう感じで、はい、やっておりまーす。今週はプラチナ残留に向けて、あ、もちろんなんとなも、頑張れたら、頑張りまーす。さあさあ、先週のね、なんとなの順位を発表して終わりにしましょう。今回はゾロ目が多くいらっしゃいますように、どんだけが出ませんように。
はい、20アンダー3全体の35位ブラックさん素晴らしいですね。19アンダー、レモンさん、高一さん、黒猫さん、いちごさん、シロさん、DJ ヨフさんから18アンダーですね。なんなんじゃーさん、レフトさん、ワイハーウッズさん、ダイさん、花見さん、ナバーロさん、山崎智也さん、大王さん、TK タカさん、マッスーさん、ジョーカーさん、ムクさん、クンクンさん、パムさん、イッキさん、エグゼさん、アーチンさん、アップストーンさん、ネコトラさん、ファミリアさん、モゲミングの法則さん、右手ですか左手ですか、KK さん、マーミさん、マタシさん、シノンさんから17アンダーですね。ランスさん、シシカバさん、タカポンさん、ポンコツ1番、トホホアジさん、コロゾウさん、麦酒造さん、メイさん、ピッコロ大魔王さんですね。16アンダー。ニシアンさん、クラガさん、サトシさん、ウキョウさん、ミサイルさん、HYO さん、イワヒョンさん、マックス Q さん、クリさん、ワチさん、ビビさん、タラタラひなこさん、モグモグさん、ウリリンさん、コッコさん、そして15アンダー、Z1 さん、コバシーさん。小橋さん強しさんなんか小橋取り越して強しさんを呼ぼうとしたら小橋さんって言っちゃいました。はい、まあまあまあ久しぶりの4桁台ですけどね。まあたまにはですよね。はい、強しさん、京さん、本当に今まで失礼しました。白きりさん、てんてんさん、 P さん、桜井さん、ザキマルさん、マユスさん、アンドさん、モモさん、満天のど飴さん、たかし 100% さん、一番さん、シナンジュさん、ショコさん、までが3000以内ですね。よかった、どんだけがいなくてね。まあ、ゾロ目もいらっしゃらなかったんであれなんですけどね。まあ、そんなこんなで、来たる6周年フェスに向けて、コイン貯めつつ、頑張っていきましょう。以上、小橋でした。バーイ。